岡本祈祷作、半七鳥物鳥より、狐とそう一、これも狐の話ですよ。しかし、これは私が自身に手がけた事件です。と、半七老人は笑った。嘉永二年の秋である。 江戸の谷中の寺工寺という古い寺で不思議の噂が伝えられた。それはその寺の住職の永禅というのがいつの間にか狐になっていたというのである。実に途方もない奇怪な出来事ではあるが、寺の方からその届け出があった以上、自社奉行も単にバカバカしいと言って捨てておくわけにもいかなかった。寺工寺は あまり大きい寺ではないが、由緒のある寺で、その自覚も低くなかった。住職の永禅は今年四十一歳で、七年ほど前から先住の後を受け継いで、これまでに変わった噂も聞こえなかった。ほかに禅亮という二十一歳の納書と、永春という十三歳の小坊主と、万助という五十五歳の寺男と、 合わせて三人がこの寺内に住んでいた。番助は耳の遠い男であったが、正直者として住職に可愛がられていた。こうして何事もなく過ぎているうちに、思いもよらない事件が出退して、檀家はもちろん世間の人々をも驚かしたのである。事件の起こる前夜、住職の永禅は、 根岸の伊賀屋という道具屋の仏事に招かれて、小坊主の栄春を連れて出たが、四つ、午後十時少し前に栄春だけが帰ってきた。師匠は途中でこれから他へ回るから、お前は先へ帰れと言ったので、小坊主はそのまま別れてきたのであった。夜中になっても住職は戻らないので、寺でも心配した。 番助はちょうちを持って、幾度か途中まで迎えに出て行ったが、エイゼンの姿は見えなかった。こうして不安の一夜を送った後、この寺から二丁ほど離れた無双寺という寺の前の大きい土ブの中に、エイゼンによく似たものの姿が発見された。それは明る朝のことで、いつも早起きの無双寺の寺男が見つけ出したのであるが、 ドブにはまり込んで死んでいたのは人間ではなかった。それは衣や毛さをつけている狐であった。寺男はびっくりして他の人々にも報告したので、たちまちこの辺りの大騒ぎとなった。毛さや衣をつけているものの正体は確かに年降る狐にそういなかった。死体のそばには数珠も落ちていた。 小さい折本の観音鏡も落ちていた。履物はどこにも見えなかったが、その袈裟と衣と数珠と凶紋と、それらの品々がことごとく自行寺の住職の持ち物に符合するばかりか、その凶紋の折本のうちには、自行寺と明らかに書いてあるので、誰もそれを疑うことはできなかった。ことにその本人の永禅が、 ゆうべから戻ってこないのであるから、諸人はいよいよこの奇怪な出来事を信ずるよりほかはなかった。ただここに残された問題は、永、え、禅、ー、がゆうべこの狐にたぶらかされて、その衣類や持ち物を奪われたのか、あるいはその以前から本人の正体はどこかへ消えてしまって、狐が住職になりすましていたのかということで。 その疑問は容易に解決されなかった。無双子の寺男の話によると、夜中に門前でしきりに犬の吠える声を聞いたというのである。永禅に化けた狐は犬の群れに追い詰められて、このどぶの中へはまり込んで死んだのであろうと彼は言った。他の人々もそんなことであろうと思った。なるほど、そういえば、 この頃は、うちのご従事様は大変に犬を嫌っていなすった。と、自行寺の那須署も言った。以前はそうでもなかったが、この一、二ヶ月前から、住職の永禅がひどく犬を嫌うようになったことは、那須署の禅陵も、寺男の番助も認めていた。これらの事実を総合して考えると、人間の永禅は、 この夏の末頃から消えてなくなって、狐のエゼンが住職になり代わっていたらしい。白象巣の狐やモリンジのタヌキの昔話なども思い合わされて、諸人もキーの勘に打たれながら、とにもかくにも、一家児の住職の身の上にこういう珍事が出退したのであるから、単に不思議がってばかりはいられなかった。 自公寺からはありのままに届け出て、寺社奉行はその詮索に取り掛か,かったのであった。自公寺のナッシ書も小坊主も寺男も皆厳重に吟味された。奇怪な死体を初めて発見したという無双寺の寺男ももちろん取り調べられた。しかも彼らの口から何の手がかりを聞き出すこともできなかった。住職は 近頃犬を嫌うようになったという以外には、自公寺の者どもも別に思い当たることはないと申し立てた。もしや住職の死骸を発見することもあろうかと、自公寺の床下や物置や庭の大木の根元などを掘り返してみたが、死骸はおろか、それかと思われるような骨一つすらも見出されなかった。檀家の主なるものも調べられた。 その当夜自宅の仏事に自効寺の住職を招いたという根岸の伊賀屋嘉右衛門も吟味を受けたが伊賀屋でも当屋の住職の挙動について別に怪しい点を認めなかったと答えた自社奉行の方でもこの上に煎儀の使用もなかった自効寺の住職は行方不明になって いつの間にか狐がその姿に成り代わっていたという他には何とも判断の下しようもないのでその戦議はひとまずこれで打ち切ることとなった。二九月の末には曇った日が続いた神田半七は近所の弔いを見送って谷中のある寺まで行った。夕七つ 午後四時すぎに寺を出て、他の回送者よりも一足先にブラブラ帰ってくると、秋の空はいよいよ暗くなった。寺の多い谷中の寂しい道には、木の葉が雨のように降っていた。まだ暮れきらないのに、どこかの森の中で狐の声が聞こえた。半七はこのごろ世間の噂になっている自行寺の一件をふと思い出した。 彼は町奉行好きで、自社奉行の方には直接のかかり合いはないのであるが、それでも自分の役目として、今度の奇怪な出来事に相当の注意を払っていた。無双寺というのはこの辺かしら。そう思いながら歩いてくると、ある寺の土塀に沿った大きい土墓の淵に、一人の少年が腹ばいになっているのを見た。 少年は十三四歳の小坊主で、土の上にうつぶしながら何か土ブの中のものを拾おうとしているらしかった。半七はそのまま通り過ぎようとして、何心なくその寺の門を見上げると、門の額に無双寺と記してあったので、彼はにわかに立ち止まった。時効寺の住職に化けていた狐の死骸は、 ここの大ドブから発見されたというのである。そのドブの縁に小坊主が腹ばいになって何か探しているらしいのを半七は見過ごすことができなかった。彼は立ち寄って声をかけた。お小僧さん、何か落としたのかえそれが耳にも入らないらしく、小坊主は熱心に何か拾おうとしていた。 しかしまだ十三死の子供の手では、ドブの底まで届かないので、彼は思い切って下駄を脱いで、石垣を伝って降りようとするらしかった。半七は再び声をかけた。もし、もし、お小僧さん、何を取ろうとするんだ何か落としたのなら、私が取ってあげる。小坊主は初めて振り返ったが、返事もしないで黙っていた。 半七は鏡で土墓を覗くと、そこはさのみ深くもなかった。苔の多い石垣の間から、幾株のすすきや秋草が水の上に垂れかかって、岸の近いところには濡れた泥が現れていた。それを見回しているうちに、あるものが半七の目についた。お前さん、あれを取ろうというのかえ 半七は、どぶの中を指さして聞いた。小坊主は黙ってうなずいた。こんなことには慣れている半七は、草履の片足を石垣の中ほどに踏みかけて、片手にすすきの根をつかみながら、体を落とすようにして岸に近い泥の中へ、片手を突っ込んだ。彼がやがてつかみ出したのは、小さい仏の像であった。 仏はニスに至らないもので何か黒ずんだ金物で作られているらしく小さい割合にはなかなか目方があった。この仏様をお前さんは知っているのかえと半七は泥だらけになっている仏像を小坊主の目の先へ突きつけると彼はそれをうやうやしく受け取って自分の衣の袖の上に乗せた。 お前さんのお寺はどこだねと半七はまた聞いた。自工寺でございます。うーん、自工寺か。半七は改めてその小坊主の顔を見た。彼は色の白い、目の大きい、見るからに利口そうな少年であった。じゃあ、こないだ和尚さんの一件のあったお寺だな。そこで、 その仏様はお前さんが落としたのかえ今ここで見つけたのです。じゃあお前さんのじゃないんだね。小坊主はその返答に躊躇しているようであったが結局これは自分の寺のものであるらしいと言った。お寺のものがどうしてこの土ブの中に落ちていたんだろうと半七は彼の顔色を伺いながら聞いたが 小坊主はやはり何か躊躇しているらしく、唇を結んだままで少しうつむいていた。この小さい仏像について何かの秘密があるらしいと睨んだので、半七は畳みかけて聞いた。おしおさんはここらの土ブの中に死んでいたんだそうだね。はい。そこにその仏像が落ちていて、 しかもそれがお寺のものだという。そうすると、お正さんの落ちた時にそれも一緒に落としたのかねそうかもしれません。隠しちゃいけねえ。正直に言ってもらいたい。と、半七は少し言葉を改めた。実は、私は町方の御用聞きだ。寺社とおかかりは違うけれど。 こういうところへき合わせては調べるだけのことは調べておかなければならねえ。その晩、おしょうさんがその仏様をもって出たのかえ相手の身分を聞くとともに、小坊主の態度はにわかに変わった。彼は今までとは打って変わって、半七の問いに対して何でもハキハキと答えた。彼は、自公寺の英春であった。 師匠のエーゼンが行方不明になった晩、彼は師匠の友をして根岸の伊賀屋へ行った。土俵が住んで一緒に連れ立って帰る途中、師匠は他へ道寄りすると言って別れたまま再び戻ってこない。そうしてそのあくる朝、師匠の今朝衣をつけた狐の死骸がこの土ブの中に発見されたのである。 それがどう考えてもわからないので、彼は絶えずそれを考えつめていると、今日このどぶの淵を通るときに、はからずもどぶの中に何か薄黒く光るようなものを見つけたのであった。仏像はおそらく師匠のたもとか懐に入れてあって、ここへ転げ込むときに水の中へ滑り落ちたのを誰も見つけ出さなかったのであろう。毎日曇ってはいるが、 この頃少しも雨がないので、どぶの水もだんだんに乾いて、泥にうずめられていた仏像が自然にその形を表したのであろう。自分にもよくわからないが、これは寺の秘仏として大切に保管されているものであるらしい。何でも遠い昔に異常からら来したもので、その体内には さらに小さい黄金物がはらませてあると言い伝えられている。自分は九つの年から寺に入って、足掛け五年の間に三度しか拝んだことはないが、これはどうもその仏像であるらしいと彼は説明した。それほど大切な秘物を住職がなぜむやみに持ち出したか。それが半七にもわからなかった。 しかしこれを見ると狐がお十字に化けていたなどというのは嘘ですと永春は言った私も最初から疑わしいと思っていましたがもし狐ならばこういうものを持ち出すはずがありません狐やタヌキは尊い仏を恐れるはずです それはいかにも仏弟子らしい解釈であった。半七はまたそれと違った解釈で、自公寺の住職の正体が狐でないことを確かめた。お十字は、お師匠様は、と栄春はにわかに泣き出した。おい、どうした、どうした、と半七は彼の肩に手をかけた。 英春はその肩をゆすぶって泣き続けた。彼の涙は衣の袖にほろほろとこぼれて、大切に下げていた異国の仏像の身ぐしにも流れ落ちた。泣くことはね、俺がその仇を取ってやる。と、半七は言った。その代わり、お前の知っているだけのことは何でも話してくれねえじゃあいけねえ。と言って、 いつまでもここで立ち話もできめ。明日の朝、私の家まで来てくれ。神田の三河町で、半七と聞けばすぐわかる。三、あくる朝、英春は約束通りに半七を訪ねてきた。そうして、師匠の永禅の身の上について、自分の知っているだけのことを詳しく話して帰った。 帰る時に、半七は彼に何事かを教えてやった。それからすぐに身支度をして、半七も自社奉行の役宅へ出て行った。自社方の許可を得て、彼は何かの活動に取りかかるらしく、役宅から帰るとさらに、古文の松吉と亀八を呼び寄せた。ひょっとすると、わらじを履くかもしれねえ。そのつもりで支度をしておけ。 昼過ぎになって、英、え、春、ー、が再び来た。親分さん、安蔵寺の三人は、昨日の朝、一丁の籠を釣らせて帰ったそうです。籠は一丁かと、半七は少し考えた。そこでどうだろう、その頭の坊主は。商店という人は、まだ残っているらしいのです。よし。 じゃあ、すぐに出かけよう。一日の違いなら何なとかなるだろう。もう一日早ければわけはなかったのだが、どうも仕方がねえ。半七は二人の子分を連れて、にわかに甲州街道の方角へ旅立ちすることになった。彼は見知り人として英春をも連れて行かなければならなかったが、まだ十三の少年が足の速い彼らと共に歩くことはできそうもないのと、 彼らも行く手を急ぐのとで、四丁のかごを雇って、神田を出たのは、その日の八つ、午後二時を過ぎた頃であった。先を急ぐ四人は、御用の旅という触れ込みで、むやみにかごを急がせた。新宿でかごを変えて、その晩のうちに府中の宿まで乗りつけた。あくる朝七つ、午前四時頃に宿屋を立って、 日野、八王子、小牧の小仏、小原、寄瀬、吉野、関の上野原、鶴川、野田尻、犬目、下取沢、鳥沢の宿熟、合わせて十六里余りを籠で急がせた。自分たちはともかくも、旅慣れない上に年のゆかない英春が、もし途中で弱るようなことがあってはならないと、 たてばたてばへつくたびに、半七は彼に着付けの薬を飲ませて介抱したが、栄春はちっとも弱らなかった。彼は一刻も早くお師匠様を救ってくれと、そればかりを繰り返していた。お小僧さん、なかなか強いな、と子分たちも励ますように言った。鳥沢の宿へ入ったのは夜の五つ頃で。 夕方から細かい雨がしとしとと降り出していた。今夜のうちに次の宿の猿橋まで乗り込みたいと思ったが、あいにくに雨が降るのと、かごやも疲れきっているのとで、半七はここで今日の旅を終わることにして、かごの中から声をかけた。おい、若いうさん、この宿でどこかいい家へつけてくれ。はいはい。 雨はだんだん強くなってきたのと、泊まりの時刻をもう過ぎたのとで、暗い宿の旗小屋では王道を下ろしているのもあった。四丁のかごが宿の中まで来かかると、左側の小さい旗小屋の前に、一丁のかごの下ろされているのが目についたので、半七は自分のかごのたれをあげて透かしてみると、そのかごは、 今籠のそばには二人の男が立っていた。一人はうちに入って店の番頭と何か掛け合っているらしかった。その三人がいずれも旅そうであることを悟った時、半七はすぐに自分のかごを止めさせた。その合図を聞いて、古文の松吉と亀八も続いてかごを出た。英春も出た。 四人は雨の中を滑りながら駆け出して、バラバラとその旗小屋の店先へ入った。かごの脇に立っている旅草の一人は、栄、え、春、ー、の顔を見てにわかにうろたえたらしく、慌てて他の草を見返る間に、松、ま、吉と亀八は,はもうその後ろを取り巻くように迫っていた。失礼でございますが、このおかごにはどなたがお乗りです 半七は丁寧に聞いた。二人の僧は黙っていた。では、ごめんをこむって、ちょっと覗かせていただきます。再び丁寧に断って、半七は灯油を着せてある籠のタレを少しまくりあげると、中には白い着物を着ている僧が乗っていた。ゅ春は鳴き声を上げて、その前にひざまずいた。 お師匠様僧は目を動かすばかりで口を利かなかった。彼はいつまでも無言であった。英春は彼の袖にすがって再び呼んだ。お師匠様無言の僧は自公時の住職、英禅であった。彼が無言であるのは 声を出すことのできないような一種の薬を飲まされていたのであった。もうここまでくればあとは詳しく言うまでもありますまいと半七老人は言った。ところでなぜこんな事件が起こったかというとこの収支の本山の方に何か面倒な事件があって。 今日の言葉で言えば、本山擁護派と本山反対派の二派に分かれて、暗闘を始めていたというわけなんです。それがだんだんに激しくなって、本山の方からも幾人かの坊主が出布して、江戸の松寺を解き伏せようとする。松次の方では思い思いに塔を組んで騒ぎ立てる。 その中でも、自公寺の住職は有力な反対派の一人。まかり間違えば自社奉行へまで持ち出して、採血を仰ごうという意気込みなので、本山派の方で持て余して、何とかしてこの住職を亡き者にしよう、と言って、出家同士のことですから、まさか殺すわけにもいかないので、この住職を本山へ連れて行って、 当分押し込めておこうということになったのです。そこで住職がいつの晩には根岸の段階へ出かけていくというのを知って帰る途中を待ち受けて腕づくでとっ捕まえて下や坂本の安蔵寺という本山派の寺へ連れ込んでしまったのです。そうして口を聞くことのできないように毒薬を飲ませたのだそうです。 そうなると、例の狐はその身代わりなんですね。そうです、そうです。と、老人は頷いた。一家児の住職がただ消えてなくなったというのでは、繊維が難しかろうという懸念から、住職の袈裟や衣を剥ぎ取って、それを狐に着せて、いや、今から考えると子供騙しのようですが、 それでもよっぽど知恵を絞ったのでしょう。ところで、大切の仏像というのはどうしたんですやはりその住職が持っていたんですかいつの世でも何かの問題で騒ぎ立てれば相当の運動費がいります。自公寺は本来小さい寺である上に、住職が本山反対運動に奔走しているので、 その内省はよほど苦しい。まして自社奉行へでも持ち出すとすれば、また相当の費用もかかる。それらの運動費を調達するために、住職は大切な秘仏をそっと持ち出して、それを型に伊賀屋からいくらか借り出そうとして、仏事の晩にそれを厨子に収めて持ち込んだのですが、他に大勢の人がいたので、 言い出すおりがなくって、一旦は帰ったのです。しかし、どうしても金の入り用に迫っているので、途中からこぼ主を返して、自分一人で伊賀屋へまた引っ返す途中、運悪く本山派の罠にかかって、持っていた厨子は無論に取り上げられてしまったのですが、その時に住職が手早く仏像だけを抜き出して、自分のたもとへ隠したのを、 相手のものは気がつかなかったと見えます。その落着はどうなりました事件もこうなると大問題です。と老人は眉をしかめていった。無論に自社型の裁判になりました。本山から出府している坊主は11人がありましたが、他の寺に宿を取っていた7人は、 この事件に関係がないというので許されました。安蔵寺に泊まっていた四人、その三人は住職のかごについて行き、一人は江戸に残っていましたが、いずれも飯取って受郎を申し付けられ、その中で二人は老し、二人は遠投になりました。自公寺の納所の善良も、本山派に内通していたという疑いを受けて、 寺を追い出されたそうですこの事件も手を広げたら随分大きくなるでしょうが、本山の方へは一切手をつけずに江戸だけで片付けてしまいましたから、前に行った四人の他には罪人も出ませんでした。自公寺の住職はその後に領事をして少しは声が出るようになったので、 やはり元の寺に勤めていましたが、上野の戦争の時に将棋隊の落ち武者をかくまったというので、寺にもいにくくなって、京都の方へ行ったそうです。英春は利口な小僧で、その時に師匠と一緒に行って、今では京都の大きい寺の住職になっていると聞きました。何しろこの探索では、 小坊主が大建物で、その口から本山派と反対派の門着を聞いたので、私もそれから初めて探索の筋道を立てたようなわけですからね。今でも時々あるようですが、昔も寺寺の門着はた々で、自社奉行を手こずらせたものですよ。しかし、 そこにまだ一つの疑問が残されていた。それは、自公寺の住職が、かの事件の起こる以前から、にわかに犬を嫌うようになったということである。私はそれを聞きただすと、老人は笑って答えた。それは何にもかかり合いのないことなんです。住職が犬を嫌うようになったというので、 おそらく狐が化けていたのだろうなどという疑いも起こってきたんですが、だんだん調べてみるとこういうわけでした。住職は出家のことで普段から竹類をかわいがっていたんですが、本山反対の運動を起こしてから、今日の言葉で言えば神経が興奮したとでも言うのでしょう。なんだかイライラしたような気分になって、 今まで可愛がっていた犬などにも目をくれず、犬の方から尻尾を振って近寄っても、怖い顔をして追っ払うという風になった。そこへ例の一件が出退したもんですから、それがまたなんだか司祭ありげに言いふらされるようになったのです。一体この事件に限らず、私どもの方ではよくこんなことで、 いろいろ思い違いや見込み違いをすることがあります。無事の時ならば何でもないことが、大行に死災ありげに考えられますから、よっぽど注意しないといけません。探索という上から見れば、髪の毛一本でも決して見逃してはなりませんが、所詮は大体の上に目をつけて、それから細かいところへ踏み込んでいかないと、 前にも言ったようなとんだ見込み違いで横道へそれてしまうことがありますよ。